メッセージの送信方法についてご説明します。ホーム画面から LINE をタップします。画面下部のホームが選択されていることを確認してください。友達リスト内にある友達をタップします。ここから連絡を取りたい方を選択します。相手のアカウントが表示されたらトークをタップします。画面下の入力欄をタップして、メッセージを入力します。右側の青色の紙飛行機アイコンをタップすると、相手に送信することができます。自分が送信したメッセージは画面右側に緑色の吹き出しで表示されます。相手がメッセージを確認すると、吹き出しの左側に既読と表示されます。相手から届いたメッセージは画面左側に白色の吹き出しで表示されます。 LINE ではメッセージ以外にもスタンプを送ることができます。スタンプとはトークで使えるイラストのことです。トークルームの入力欄の右側に表示されるスタンプアイコンをタップします。送りたいスタンプのタブを選択します。送りたいスタンプをタップします。1回タップすると画面上に見本が表示されます。もう一度スタンプをタップすると送信完了です。